加藤清正ら子飼いの将の活躍もあり、秀吉は賤ヶ岳の戦いで勝利し、信長の後継者の座を確実なものとした。これに対し信長の次男信雄は三河の徳川家康と組み、結果秀吉と家康は対立を深めた。秀吉家康両雄は各々の大軍を率い、小牧長久手の地に参集、ついに決戦に及ぶ。秀吉の天下を夢見る清正は、同じ子飼いの石田三成、福島正則に負けじと意気込んで戦場に立った。俺たちの道は一つだ、曲がることなどない。第2話、小牧長久手の戦い、やってやるぞ。よいか皆、敵はあの家康、兵力で勝っても出すぎるな。奴は野戦に長ける。ふん、頭でっかちが分かったようにペラペラと。つうかてめえは、出すぎたバカは必ず転ぶ。自重せよ。しかも向こうは信雄を擁し、大義も得ている。頑張らないとな。きっとバカの頭じゃ太刀打ちできない。頑張ってね、三成。まあ俺の頭に限っては問題ない。出来が違う。まあ頭に限らずいろいろな。なるほど。差し詰め、バカと大バカとどうしようもないバカってとこですかな。なあ。ご心配なく、3人揃えばバカ力が出せますよ。うえきた、行くぜ。まっすぐ俺たちの道を、俺たちの未来を目指して。さあ、長くて砦へ向かえ。徳川の本拠岡崎城の目の前にデーッと陣取って、家康殿に揺さぶりをかけ、敵を撃破しちゃうんさ。この策の成否が戦を、ひいては天下を決する重要な役じゃ。左近の警護、お前に任すぞ。お任せを。期待には必ず応えてみせます。清正、やったな。三成に差をつけてやろうぜ。天下に一番近いのは秀吉様だ。ここで家康を追うと、それは不動のものとなる。俺が天下取ってやるぜ。取るのは秀吉様だ。おねね様、手はず通り。清正の子供たちにきっと成功してみせるよ。下がれ。三人ともお互いの武器を生かし強烈だよ。俺の力だけで十分だ。
バカどもが下がってやる。そうしたいところだ。秀吉様の命令なんだ。そうだそうだ、バカお前だ。バカ、戦略の用地小牧山を先取りし、がっちり固めてる。さすが徳川家康ってとこですかね。先に取られたんなら取り返せばいい。それで戦も天下も、全ての勝利は秀吉様のものだ。でも全ての勝利ってのは家康はいかにあんなことしない。さてと、敵さんが動くといいんだがね。小牧山城への道を切り開くぞ。岡崎城は危うい。最高だろ。岡崎城を脅かされぬよう、わし自ら動けみないか。具体的に勢力分散の下策と知りつつもな。遠兵として参った。今なら小牧山城が手薄、一気に攻め込むぞ。小牧山城さえ取ってまえば、この戦勝ちや。勝利条件変更。前線を押し上げる。わしらも前に押し出すぞ。見事。まだまだ序の口ってところだな。あとは制圧するだけだ。行くぞ。しゃ、いっとれ清正。今回の戦、家康殿とわし、どっちが勝ってもええ。どっちが勝っても天下の決し、合わせた収束に向かう。俺はそれじゃ嫌です。男は一つこれと決めたもんだけ守れればええんさ。主のためこの砦は渡す。いや、俺たちの家のためこの砦はもらう。敵の攻撃を受けている今こそむしろ逆撃の好機。進め、敵大将を押し取るのだ。入る。守りを固めろ。開門。小牧山城への道は開けた。あと一息じゃぞ。皆が託した未来、殿の天下、奪わせはしません。秀吉様の天下の障害は速やかに叩き潰す。お
門を開いてくださってありがたいです。清正の軍略感心したよ。立派になったね。俺なんてお姉様の前じゃいつまでも子供です。大門守りを固めろ。清正さん、いつなりも頑張って手柄を立ててるみたいだよ。奴の能力、俺も求めてます。ただ、俺に作るんです。意地っぱりで、自分だけが正しいと思ってるのはね。誰かさんとそっくりなんだね。やるぜ。お見事。これぐらいやって当然だろ。最高だろ。やったぜ。序の口ってところだ。自分に腹が立つ。進め。秀吉様が一つこれで天下の安定だ。秀吉様の世、俺たちの家。わし自ら猿の首取ってくれようぞ。お見事。まだまだ序の口ってところだな。秀吉様の天下、俺が決する。うもん、思い上がるわ。俺は一人の力を持ってなる者にあらず。近づくのに手に。秀吉様の天下、俺たちの未来、もうすぐだな。だがこれで終わりではない。守らねばならん。ああ、守ってやる。俺たちでな。さあ
する奴は俺が狩るぜ。